親分はイエスサワーバチ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 どん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 パフパフパフ毎度おなじみの親分はイエス様でございます。ご家庭内でご不要になりました悩み問題依存症などはございませんか？ございましたら多少にかかわらず聖書と交換いたしております。ということで月曜日のお昼前のひととき皆さんいかがお過ごしでしょうか？パーソナリティのしんちゃんです。けんちゃんです。よろしくお願いします。親分はイエス様とはもともと映画のタイトルです。ヤクザの人生を歩んできた人たちが聖書と出会いイエスキリストと出会って泥沼の人生から希望に満ち溢れた人生に変わりました。彼らは言いました。わしらの親分はイエス様や。これからわしらはイエス様の愛を伝える人になるんや。アメン。これは本当にあった話で、彼らは今もイエスキリストと共に最高の人生を歩んでいます。この番組では彼らの人生を変えた一冊の聖書、そして教会について音楽とユンタクで楽しくお伝えしてまいります。実は私たちも以前は問題を抱え苦しい思いをしながら生きてきました。でもイエス様との出会いが私たちの人生を180度変え、今は喜びでいっぱいです。私たちは自分が身をもって体験したからこそ、今苦しい思いをしている人に希望がある、人生やり直せるっていうことを伝えたいのです。アメン。イエス様という素晴らしい親分を紹介したい、そんな思いでお届けする番組です。番組ではキリスト教って何、教会ってどんなところという皆さんからの質問をお待ちしています。メッセージも待ってますよ。メールアドレスは 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp です。また同時放送の FM ギノワンを聞きの皆さんは 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com までお願いします。また FM コザではユーストリームで音声と映像を配信しています。 FM コザのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。またツイッターとも連動していますので、どんどんツイートしてくださいね。それから聖書も配布しています。もちろん無料です。どうぞ聖書が欲しいという方もメールください。はい、それでは早速今日の聖書の言葉を言ってみましょうか。今日の聖書の言葉、ルカの福音書24章26節。キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。アーメン。はい、はい、どうもどうも、おはようございます。おはようございます。これね、はいはい、何ですかこれ。キリストは、うん、これあれですね、紹介した方がいいんじゃないですか。紹介してもらった方が、はい、助けてもらった方が。今日ですね、ちょっとこの聖書の箇所難しいんですけども、はい、専門家の方にお越しいただいております、はい。今日はですね、巡回伝道者の、はい、巡回伝道者の、はい、岸義弘先生にお越しいただきました。こんにちは。皆さんこんにちは。岸です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、先生これ。どういう意味ですかこれ。ですね、はい、イエス・キリストが十字架に殺されて、はい、3日目に必ず復活するよ、はい、という予告をですね、はいはい、何度も生前に弟子たちに語っておられた、はい、それが本当に起こったぞって、うん、ちょっと信じきれない弟子たちに、はいはい、確認をしている言葉です、はい、ですね、はい、これは聖書の中で先生、まあ、もう2000年近く前の話ですよ ね、 そうですね。本当に起こった、はい、実際にあった話、はい、聖書はおとぎ話とかそういう話とは違って本当にあった出来事ですよね、はい、で本当に、そういうふうに予告予言されていたことが、はい、本当に起こったあと時の話ですよね。そうですね、はい、その復活があった日の夕方の、はいはい、出来事の中で、はい、イエス・キリスト様が復活が信じきれない2人の弟子に、はい、語られた言葉です、はい、しかも先生これイエス様ですよね、出会ってるの。そうです。本人弟子たちは
何年も一緒にいたのに、うん、気づかなかったというか、まあ、信じられない出来事ですからね、復活自体がね、うん、はいはい、十字架にかけられてお墓に入れられて、その後3日経ってもう匂いがそろそろ立ってくる状態ですからね、はいはいはい、その時の話です。なるほど、はい、うん、ここからね、はい、生まれた英語の格言があります、はいはい、まず、はい、ノーレイン、ノーレイン、ノーレインボー、ノーレインボー、はい、ノーレインといえば雨が降らなければ、はい、ノーレインボー虹は出ない、はい、美しい息を飲むような、うん、あの虹が出る前には必ず、はい、うん、はい、土砂降りの雨、はいはいはい、嫌な辛い、うん、そういう雨があるはずで、はいはいはい、雨があれば必ずその後に復活の虹が輝く余裕、なるほど、あららら、いい話でなんかお勉強になりますね、今日のもやもやさんは。なんか違う番組みたいですけど ね、はい、皆さんも勉強になりますね。で皆さんって誰かラジオの人は分かんない、はい、今日ですね、あのね職場体験でね、うん、あの中学校、沖縄東中学校ですか、はいはい、の皆さんがね、生徒で、生徒の皆さんがスタジオに、はい、見学に来てるんですよ ね、 ね、はい、はあ、いいところに来た ね、 ね、いいとこなのかどうなのか大丈夫かな、神様に、ちょっと刺激が強すぎるかもしれないけど、いや、大丈夫ですか、もうぜひ ね、 ね、ノーレイン、うん、ノーレインボー、はい、これを覚えて帰ってくださいね、うん、それで年賀状なんか出すときに、はい、一番最後にノーレイン、うん、ノーレインボーと書いておくと、はい、もらった人はすぐには分かんないですよ、はい、なんだこれ、うんうん、でもじっと1分ぐらい見てるうちに、うん、はあ、はあ、いいことが起こってくる前には、うん、辛いことがあるんだな、はあ、十字架があれば、うん、やがて復活があるんだな、虹が輝くんだなというね、はい、あ、その意味が分かりますからね、うん、そうするとね、あなたたちがそれを書いておくと、うんうん、まあこの人たちは中学生なのに深い考えを持って人生の真理だな、えらい、こういうふうに思って一生忘れない、この人たちのこととその言葉は一つになって、なるほど、はい、ありがとうございます。今日はですね、はい、岸先生にお越しいただいてますけども、あのですね、あ、先生言わずに岸さんにしてください。岸君でもいいです。岸君はですね、はい、サックスもサックス奏者なんですよね、あるんですよね、そうそう、はい、そしてあの CD なんかも、はい、あの出してるんですけど、うん、今日はですねこの岸さんの、はい、演奏のサックスの CD を、うん、そう、最初に言っておきましょう。なんとね、またなんとなんとなんと、なんと気前のいい、はい、神様の気前のいい番組ですから、はいはい、今日はもうプレゼントがあります、うん、この岸君から、岸君から、はい、いや何枚プレゼントしましょうかみたいな、10枚ずつです、10枚ぐらいプレゼントするそうなんで、10人ぐらい当たりますから、はい、じゃんじゃんメールくださいね、はい、はい、この、サックスの3種類のサックス奏による聖歌賛美歌の世界というのと、はい、で癒しと眠りのサックスフォン、名歌名曲の世界、はい、今日はその中から、はい、1曲目は、はい、今日先生、はい、1曲目は、有名な曲ですよね、あ、アメージンググレイスですね、はい、はい、じゃあアメージンググレイスは、うん、はい、もう教会の中の人たち外の人たち、うん、関係なくですよ、ね、もう、はい、国も時代も関係なく、うん、人類の魂の歌と言われてきた、うん、はい、名曲中の名曲で、うん、これがまたサックスに合うんです、おサックスに合うんですね、はいはい、あ、これは英国の、はい、牧師であった、はい、ジョン・ニュートンという人が、はい、奴隷船の船長だった職業が、うん、はい、血も涙もない、はい、もう金だけに生きた人ですけど、はい、これでね満載の奴隷で、うん、大西洋を船で、はい、アメリカに向かう途中う台風に巻き込まれて、はい、もう死を覚悟したんですね、はいはい、その中で子供の時にお母さんと一緒に教会に通っていた、うん、その出来事が浮かんできて、うん、神様助けてください、うん、もし
無事にアメリカへ生きて着くことができたら牧師になります、はい、こういう決心をしたんです、はいはいはい、という、はい、そういう中から生まれた歌です。生まれた歌です、はいはい、ということなんですよ。アメージングレスってね、はいはい、では聞いてもらいましょう。はい、
親分はイエス様。はい、ということで今日はですねゴスペル奏者であり、うん、巡回伝道者の岸義弘君にお越しいただいております。はい、岸先生、プロフィールご紹介します。はい、1941年東京生まれ、父親の戦死により岡山で育つ。あ、そうなんですね。15歳の時数学と理科に行き詰まり、高校1年1学期で退学した。その失意の中でイエス・キリスト様の十字架の愛と救いを知り、牧師伝道師になる決心をした。以来その道を一筋に生きてきた。現在75歳、良い演奏をするために水泳競技を続けた。元神奈川県国体代表選手、今もマスターズ大会で活躍している。え、すごいですね。74歳なんですか先生。75歳。75です。あ、75歳。はーはーはー、全然見えないですね。いやいやいや、もう頭は真っ白ですよ。いやいや、いや全然見えないですね。どう見ても74歳ぐらい。いやいや、もっともっと若く見えます。本当に10歳ぐらいは若く見えます。見られますよね、いつもね。あ、そうですか。水泳もやってらっしゃって、今もやってらっしゃるんですか。そうですね、沖縄にいる間は石峰市民プールで練習してます。石峰市民プール、はい、石峰って那覇です。首里です。あ、そうなんですか。あ、近いな。あ、そうなんですか。へえ、すごいですね。すごいですね。はい、巡回伝道者、巡回伝道者っていうのはどういう働きなんですか。巡回伝道者というのは、はい、一つの教会を担当しないで、はい、毎週いろんな教会の招きをいただいて、うん、出かけます。それでその教会で、はい、集会のお手伝いをしたり、はい、サックスのコンサートをしたり、ほうほう、何でも教会の希望に合わせて働かせてもらうという仕事です。これ先生どれぐらい前からというか、そのちょうど今年で40年です。はあ、40年。はい、もう日本全国ほとんどあれですか。そうですね、いろんなとこ行かれました。はい、何度も。はあ、楽しそうですね。楽しそうですね。楽しいですよ、ね、世界でね、うん、一番楽な仕事です。そうなんですか。そうなんですか。やりっぱなし。そうです。はい、そうです。それでせいぜい1日の付き合いで終わりです。あ、そうなんですか。早ければ1時間、うん、今日もそうですよ、皆さんと、うん、はい、さようなら、はい、あと 40分ほど我慢すればボロを出す間もないですよ。あ、そうですか。そうですか。いやでも、うん、あの毎週毎週ね、はい、違うところに行かれるっていうのもまた結構ご苦労があるんじゃないかなと。それはそれで大変なこともあるんじゃないかなとも思うんですけども、まあ、それなりにありますけれども、ね、慣れですね。慣れですか。はいはい。そしてまあ喧嘩をしないように仲良く仲良く、はいはいはい、下から下から、はあ、分かりました、はい、分かりました。そうですよね、今日お会いした時も本当に本当にあのね、あの下から下からですね。そうなんですよ。もう有名な、もう有名な偉い先生が来るっていうことでね。そうなんです。緊張してたんですけどね。緊張してたんですけど、はい、でもね、でも優しい子。そうなんですよ、ね、あの失礼な番組ですけどごめんなさい。とんでもありません。僕たちの番組ね、楽しいです。失礼な番組なんですよ。はい、はい、ということですけども、うん、15歳の時に、うん、数学と理科に行き詰まっちゃったんですか。そうです。はあ、あんまり頭が良くなかったんだ。そうですね。もう理数の才能何もない思います。ああ、そうなんですか。はい、それで、うんうん、この辺の話をちょっと、うんね、中学2年の頃から数学理科が、はい、苦手だなあいう風になってきて、うんはい、それで高校に入って、はい、まあ、目指す高校は落ちたんですけど、はい、落ちた子が、まあ、集まる高校で、うん、すぐもう数学理科に、はい、行き詰まりました。はもうさっぱりわからなくなった、はい、まあ、それで結局心配や不安や、はい、そんなんで A 格好 C の僕は、うん、夜寝られなくなりました。うん、それが1ヶ月以上続いた思いますけど、うん、もう全然眠たくないんですよ。15歳で、はい、はあはい、相当あれですね、落ち込んじゃったんですね。落ち込みましたね。それで学校も辞めちゃうまでになっちゃっ
なったんですか。そうですね、7月に入って期末試験があって、はいはい、もう1ヶ月以上寝てなかったから、はい、最初から熱がありましたよ。でも試験が終わると同時に倒れて、はい、それで寝通しでしたね、夏休みは。はあ、ずっと寝てたんですか。はあ、外へ出て遊んだいう記憶は全くないですよ。ああ、そうなんですか。はい、もう子供時代は夏休みといえば家にいない、外にいるんですから、うん、もう遊びほうけていて、うん、もう高一のその夏休みは、うん、ああもう寝通しでした。はあ、元気がない、ね、全然。はあ、あのね、多分今でも、うん、今多いんじゃない、そういう子供っていうか、うん、精神的なその悩みとか、うん、まあ、引きこもりとか、うん、いわゆるそうですよね、今で言うね、そうですね、はい、そういう人は今多いみたいなので、うん、先生がそこからね、うん、どうやって脱出したのかね、うんうんうん、その辺の話をね、今こんな元気でね、明るくね、うん、まあ話せば長いですけど、はい、母親がね、お願いします母親がクリスチャンだったんです。そんな影響で小さい時からずっと教会学校に通ったりしていたんですけれども、突然のようにその引きこもっている中で、どうして教会に十字架をつけておるんかなというふうに思ったんですよ。はいはいはい、でその時ね、はい、もう75年生きてきて1回限りの不思議な経験ですけど、はいはい、本当に神様に僕は愛されているいうことがね、はい、分かってきたんです。はい、もう 理屈抜きにね、はいはい、であの十字架はイエス様が僕を愛して、はい、こんな情けない、もう学年で一番に落ちこぼれたのは僕ですから、うん、それですからこんな僕のために、うん、身代わりになって、はい、十字架にかかって、うん、罪の許しを実現してくれた、はい、もうこれでね、わけもなくとにかく感激しました、うん、それで気がついたらね、はい、なんかもり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 力が湧いてきてね、はい、嬉しくって嬉しくって、はい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 、愛されるってことが、うん、こんなに自分を変えるいうふうなことは夢にも思わなかったんですけど、うん、本当にね、神様に愛されて、うん、イエス様に愛されて、うん、もう力が湧いて、はいはいはい、明るくなって、はいはい、それでね、うん、もういっぺんに元気になったんですよ。うん、はい、もう世界が変わっちゃったんだ、うん、バーンと。そうですね、いや世界が変わったいうよりも、ね、僕自身が変わっちゃったから、はい、僕が変われば本当に世界が変わったという感じです、はい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 、それですぐです、すぐ牧師になろう牧師ですか、はい、いきなり、はい、はい、もうね、うん、このことをね、世界中の人に教えてあげなきゃいけない、うん、気が済まない、はあ、もうこの愛とこの元気ね、うん、はいはい、つまりレインが、はい、雨がしっかり、はい、叩きつけてきたけど、はい、うん、虹が見えたいう、はい、そんな、はい、気持ちですよ。それでもうすぐにその時から、はい、まあ、ずっと牧師の道をまっすぐに、はいはい、はあ、すごい、はもうこれだけはね、うん、迷わず、はい、疑わず、だから外の世界は、うん、他の世界は何も知りません、まあ、アルバイトをちょこちょこやったりしていろいろありますけれども、ね、はいはい、そのぐらいのことで、はいはいはい、じゃあ、進学校っていうのに通われますよね、牧師になるために、はあ、そのいくつぐらいの時に行かれ、すぐにね、はい、教会の先生に話して学校を探してもらったんですけど、16歳で高校1学期で退学入れてくれる聖書学校が日本になかったんです。せめて18まで待ってくださいと。で中卒で十分です、神様が育ててくださるから。あ、でもね、まあ18までは待ってください言われて、それで高校、別の高校にね、転校して、はい、勉強、一応高校卒業するように頑張りました、はい、で卒業されたんですか。そうです、でその、はい、18歳の時に進学校に
通われたんですか。はい、で18からは、大学へ行きました。大学、はい、ほう、まあ、牧師になるためにはしっかり基礎的な勉強をしておいた方がいいって周りの人も勧めてくれて、僕はあんまり好きじゃなかったけど、まあ頑張ってみるか言うんで、それで夜間大学に行きました。夜間って、あの鍋夜間ですか。夜の大学。夜の大学。昼間働いて夜の大学に、ああ行ってたんですか。ね、ああ、なるすごいですね。でも高校が1年の1学期で退学したのに、ねね、うん、イエス様に出会ったら大学まで行っちゃったんだよ。そうです、ね、しかも働きながら、働きながらね。で その後はあれでしょ、その後進学校行って、ね、はい、で進学校で牧師になられて、うん、で進学校でね、教える講師の方にをずっとされてるんですよね。はい、講師ですよ。はあ、大学数学と理科に行き詰まって退学された少年が、はい、はい、講師になった。すごいですね。うん、だからね、学校の先生です。クリスチャンになったらね、人生がね、逆転するんだよね。逆転パーンつってね、はい、僕もケンちゃんも刑務所で、ね、聖書と出会いましたけども、それからちょっと、人生がパーンと変わってですね、すごいですね。地に足のつく生活をさせていただいてます。感動ですよ、感動。感謝です。感謝します。イエス様、感謝します。はい、ということですけども、大学まで行って、はい、そうなんですか。それで牧師に、で進学校に入ったと。はい、なるほどね。だから嫌いな勉強を、まあ、たっぷりさせられましたね。あ、嫌いだったけど、でも我慢できたんですね。まあ、聖書の勉強だから頑張れたと思います。聖書の勉強楽しいですよね。はい、はい、ということですけども、なんかねコメントがもうたくさん来てたんですけど、ちょっとコメント、そうですね、はい、うん、コメント、ね、インターネットでどん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 コメントが来るんですね。はい、でそのコメントをちょっとお読みしていきたいと思いますけども、こちらの方は、はい、FM 講座の方ですね、はい、結構来てますね、はい、しんちゃんけんちゃんの大学とは違うみたいですね。そうそう、僕ら大学って呼んでるんですけどね、はい、刑務所のことをね、はい、はい、職場体験の女の子もいるのダメじゃんってリスちゃんから来てます、はい、みんな早く帰りなさいっつってそんな危険な番組じゃないから大丈夫ですよ。今は大丈夫です、はい、ちーちゃんさんから、今日も皆様に神様の恵み祝福が豊かに満ち溢れますように。ありがとうございます。ありがとうございます。新垣直也さん、サックス一本でのアメージンググレースはいいですねって直也さんね、はいはい、ありがとうございます。ルドルフさん、ルドルフさんからも来てますね、はい、椿野さん、おはようございます。現在17度で20度まで上がります。大阪の方、なるほど、はい、それからですね、はい、ルドルフさんはしんちゃんけんちゃんみくーちゃんこんにちは、あ今日もゲストさんですねってたくさん、はい、来てますけれども、ちょっと読み切れないんで、ね、読み切れない、ごめんなさい、そのまま置いときますけれども、はい、はい、ということで、はい、うん、はい、ですね、ちょっとまたもう一曲ご紹介して、はい、いきたいと思いますけど、またそれで後半に聞いていきたいと思います。次の曲は、はい、ダニーボーイですね。ダニーボーイですね、はい、あ、いいですか、もう、はい、じゃあ次の曲、はい、はい、ダニーボーイ。
Thank you.